ドッドドドンドドドンドドドンアオーイクルミも浮き飛ばせ酸っぱいカリンも吹き飛ばせ昔遠い昔人は火を見つめて語り合う火と共に矢尻を作り
いつのことだろう。人はその大切な生活の道具を人に向けて放つようになった。12000年も過ぎた縄文時代、なぜ縄文はそんなに長く平和が続いたのだろう。それはこの縁にある。縁は和、春になれば春の命をいただき、夏になれば夏の命をいただく。春が来て夏が来て、また春になって、命は縄文の人たちはこの縁、和を大切に生きていたのだ。弥生時代になると稲作が伝わり、貯蔵できる米ができるようになった。すると、そこに階級が生まれ、貧富の差が生まれた。そして、争いが生まれた。縄文から僕たちのこの時代まではたったの3000年。その3000年の間、時代はどんどん変わり、争いは尽きることなく、ずーっと続いている。
僕たちは縄文に戻ることができない。でも縄文の人たちの思いを胸に生きるのだ。日を見つめて語り。